記念のオープニングレースっていうのはいかがですか。いや、まあ、緊張します。はい。鳥取選手の番手いかがでしたか。いや、本当に心強かったですね。はい。ついてて、どうですか。ホームからかけた時。ええ、もう、まだ、あの、一週以上あるのに、あの、すごいスピードで。ゴールまで、あの、失速しなかったんで。おかげで、あの、無風で割れましたね。第1、2も決まりました。 えっとねあの三番手まで決めたかったんですけど、まあとりあえずワンツーということで良かったです。走っててバンクコンディションはいかがでしたか？ジャカーホームの向かい風が気になるんですけど、あのバンク時代軽いと思うんで、まあ走りやすいかなと思います。伊達選手の状態はどうでしょう、えー？一着取れてるんでいいと思います。では最後に今回賽の意気込みをお願いいたします。あのー、中止国勢で盛り上げれるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。